不定選別可能。私の名前はトーロです。今日は皆さんと初めてのビデオになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。私が担当するのはリクエストビデオになります。今回のリクエストを送ってくれたのはさやかさんという女性の方からです。さやかさんは今年の夏までウランバートル市の日本語学校で働いていたそうです。それではさやかさんのリクエストを読んでみます。私が知りたいモンゴル語はまず何々してくれますか、手伝ってくれますかです。例えばザハに買い物に行きたいがモンゴル語がわからないので友達に通訳をお願いしたいときに使う言葉です。そして何々してもいいですか、レストランで可愛いチラシを見つけたときにチラシをもらってもいいですかなどで使う何々してもいいですかをお願いします。さやかさん、リクエストを送ってくれてありがとうございます。それでは手伝ってくれますかをモンゴル語でトスラチと言います。皆さんも私の後について言ってみてくださいね。トスラチ、トスラチ、トスラチになります。ちょっと難しかったかもしれませんが上手に言えましたね。今の言葉を聞いたモンゴル人はにっこりと微笑んで手伝ってくれると思いますよ。じゃあ次はチラシをもらってもいいですかをモンゴル語で言ってみましょう。チラシをもらってもいいですかはオニクアフチダスホになります。皆さん私の後について3回言ってくださいね。オニクアフチダスホ、オニクアフチダスホ、オニクアフチダスホになりますね。チラシを手に取り微笑むだけで、あ、これが欲しいのかなって思ってくれるかもしれませんが、実際にモンゴル語でお願いすればコミュニケーションがうまくいくと思います。それでは今回の講座はここまでです。皆様どうもありがとうございました。トロでした。また会いましょう。バイバーイ。